ESL ファンの皆さん、こんにちは。琉球ゴールデンキングス今村啓太です。今日から僕の ESL カムシリーズが始まります。お楽しみに。時間がない中で今村、おお、決めてきます。今村、2020-21シーズンは、コロナ禍という中で、なかなか厳しい状況ではあったんですけど、チームメイト、スタッフも含めて全員で戦い抜いたシーズンだったかなと思います。特に、チャンピオンシップでは、セミファイナルで千葉ジェッツさんに、負けてしまったんですけど、今シーズン、その壁を、全員で越えていこうというモチベーションになっているので、これからまた頑張りたいなと思います。嫌われました。チャンピオンシップは、独特の雰囲気の中で、やっていったんですけど、クォーターファイナル、セミファイナルともに、第3戦までもつれ込むという、とても、ハードな展開になってしまったんですけど、その中で、僕自身特にこう吹っ切れたプレーができたので、今後のこうバスケットボール人生においてもすごく貴重な経験をさせてもらったなと思ってます。そんな中で、はい、こういったペイントアタックですよね。チャンピオンシップで印象に残っている選手は、クォーターファイナルで対戦した富山グラウジーズの、ジュリアン・マブンガ選手と、ジョシュア・スミス選手です。本当に得点能力がすごく高い選手で、2人の2面ゲームなんかは特にもう僕たちは手を焼いた印象がすごく強いですし、それにもこうプラスして、2人が40分間出続けるっていうそのハードワークさが、僕たちがすごく苦労した部分だったので、その2人は、すごく印象的な選手でした。いく今村のスリーポイント、ここで今村選手のスリーポイントでしたね。ここでもう1本いきました。今シーズンの琉球ゴールデンキングスの、目標は、去年と変わらず、西地区優勝、そして、去年、達成できなかったんですけど、B リーグ制覇っていうのを目標にしています。その中で僕自身は、やっぱりその優勝に貢献したいという気持ちもありますし、個人的に日本代表にも選出されたいというのがあるので、2023年のワールドカップが、ここ沖縄で開催されるので、そこで琉球ゴールデンキングスの選手として、日本代表に選出されたいなというのがあります。その中で、5年後、自分がどういう選手になっていきたいかというと、それなりにやっぱり年齢も上がっていて、こう責任も出てくると思うんですけど、こう自分の中で大事にしていることが、向上心を忘れたくないっていうのがすごくあるので、30歳になっても、どんどんこう自分がバスケットボールが上手になりたいっていう気持ちを持ってくれていればそれでいいかなと思います。ESL カムエピソードを見ていただきありがとうございます。まだまだ続きますのでお楽しみに。